はい、とドラゴンクエスト9実況プレイのパート22やっていきたいと思います。カルバド大草原というところの集落にやってきましてね、どうやらここの村長が族長が魔物に狙われているみたいなことだったんですけれども、どうやらその魔物は別に悪い魔物ではなくて、その族長の息子のナムシンと仲がいいみたいなんですけどもね、でナムジンが言うには、その族長のそばにいたチャルバナっていう女が族長をたぶらかしているっていうことでね、今回はその彼女の正体を暴いていきたいと思います。ではでは、二人で会うときは僕がお前に会いに来ていただろう。もう二度とここへは来るなよ。おっと、ペルさんか。驚かさないでくださいよ。おや？その手に持ってるのは、昔どこかで見たような。そうだ。それは暴きそうだ。母親に見せてもらったことがある。なぜあなたがそれを。なんだって？母上の幽霊に会ったんですか？そんなバカな。幽霊と喋れるなんて、そんな話信じられない。ホギ、そうだね。僕たちの話を信じてくれたんだ。僕もペルさんを信じよう。母上が暴きそうを手に入れろと、シャラマナの正体はやはり魔物だったということか。暴きそうを煎じた汁をかければ、必ずは奴の化けの顔を剥がせます。カルバタの民の目を覚ますため、草原を悪の手から守るため、暴きそうを渡してはくれませんか。もちろん。はい。ありがとう、ペルさん。あなたに全てを話してよかった。あとはこれをすりつぶして、暴き汁にするだけだ。よし、ポキ、カルバタに戻るぞ。外にいる連中を帰らせるから、ポギーはその後に来るんだ。うん、頼んだぞ。ナムジン様が出発なさるぞ。わしたちも続くんだ、急げ。ではちゃんと戦闘用にね、どっちも戦闘用だけど、ボス戦用に、ルラシオ、でかした。でかしたぞ、ナムジンよ。よくぞ魔物を倒した。それでこそ俺の息子、気高き遊牧民の子よ。怖くてどうしようかと思いました。でも父上とシャルバナが見守ってくれたおかげで、僕は勝てました。ありがとうございます。死ぬまでずっと父上とシャルバナについていきますとも。なんと可愛らしい。わらわがおももりするでな。もう泣かなくてもいいぞえ。ありがとう、シャルバナ。うわ、父上、魔物はまだ生きています。一体どうすれば。お前の手でとどめを刺すのだ。そいつは俺の命を狙った不届きな魔物だからな。はい、わかりました。それでは早速。よし、今だポキ、シャルバネ飛びかかれ。これまでだ、シャルバナ、正体見せてみろ。何をする、ナムジンよ。貴様、正気か。シャルバナ様。ナムジン様はどうしちまったんだ。落ち着くのだ、カルバタの民よ。この女は人間ではない。さあ、よく見るのだ。お前たちが信じていたこの女の正体を。体が崩れる。なんじゃこれは。
おお、ブサイク。この魔物は今まで私たちを騙してたのだ。こいつは我らの意の魔物に操り、草原を我が物にせんと企む悪魔なんだ。さあ、今こそみんなで力を合わせ、この魔物を倒そう。シャルバナサが魔物に。終わりだ、草原は終わりだ。くそ、情けない。こうなれば僕たちだけで。ですよね。人間ごときがここまでわらわを怒らせるとは。もう少しで族長を垂らし込み、のんきな遊牧民どもを利用し、草原を我が手中にできたものを。わらわの計画を邪魔しようって。もう我慢できん。残らず食い殺してくれるわ。さてさて、ジャゲン氏、シャルマナ。まあ、呪文攻撃とか多用してきそうですよねっていうのと、そうだな、まあいっか、とりあえず流れはいつも通りでしょう。捨て身、捨て身。弱点が火属性なので、ファイアーフォース。打撃はそこまで強くないな。ただ MP が吸われる。あとは、はやぶさ斬り。中はまあ、いつも通り闘魂打ちとかでいいかな。どうしよう。やることねえや。部下にも多分低確率ながら入るはず。お、よしよし、ナイス。強い。これはこれで強いな。あ、ゴスペル速度使っちゃおう。マジックバリア入ってるからな。つえ。これはもう2人頑張ってくれれば勝てるでしょう。マジックバリアの効果が。貴重な耳吸わんでくれ。あ、終わった。会心の一撃。お、いいね。信仰心あげます。精霊石。
さか人間ごときにわらわが破れるなんて。己、せっかくの魔力が。元の姿は何だったんだ？天竺。これは返してもらうよ。これで6つ目。あれがシャルマの正体だべ。なんてこったい。オラたちは今まであんな魔物を信じていたか。頼む、許しておくれ。わらわは何の力もないんじゃ。一人ぼっちで遊牧民どもに怯える自分が嫌だったんじゃ。だから草原で手に入れた果実を食べ願ったのじゃ。わらわを強くしてくれと。絶大な魔力を手に入れ、自分を抑えられなかったんじゃ。見逃しておくれ。お前のやろうとしたこと、それは決して許されない。だが、力を失ったお前を倒したところで、もはや何の意味もない。どこへ慣れても行くがいい。だが、一つだけ条件がある。僕の大事な友達、このポギーと、お前も今日から友達になってもらおう。もう一人で覚えなくていい。これからはポギーが一緒だ。ポギー、それでいいかい？ありがとう、ポギー。さあ、シャルマナ、早く行け。なんと心の広い方じゃ。もう二度と悪さはせぬ。すまぬ。すまぬ。あんな土下座する天竺か初めて見た。初めて見たんですけど、まあね、別にこのゲームキプレイなんですけどね。なかなか見れないよ、あんな光景。ペルの働きで穏やかな草原が戻った。みんな眠るのも忘れ、宴を楽しんだ。そして夜が明けた。よく眠れたか？昨日はすごかったな。あんたはカルバトの英雄さ。そういや、族長から話があるらしいだ。みんな広場に集まってるだよ。はいはい。よく聞け、カルバトの民よ。俺は族長の座を降りる。未熟だと思っていた息子はいつの間にかこの父を超えていたようだ。今のお前になら安心して託すことができる。今日からお前が族長だ。私が族長ナムシンである。よく聞け、カルバトの民よ。私たちは誇り高き遊牧民族。何者にも縛られず道を切り開くのが私たちの生き方だ。自分たちのものではない力に頼り切るなど、誇りを捨てたものと同じこと。いいか、みんな。遊牧民の誇りを忘れなければ、自分を見失うことはない。強くなるのだ、カルバトの民よ。かっこいいじゃん。はい。なるほどね。さあ、それではこのカルバトもあと大丈夫でしょうからね。また次の冒険に向かいましょう。次は東へ向かいます。馬とか普通にいるけど魔物に襲われたりしないのかな。なんか素材とかありそう。こっち、
ガーメゴン。お、べっこう手に入った。分かれてんのかこれ。防がれた。回避率せっかく上げたのに。とにかく東へ。ロングスピアとした。通せ。お前に何ができる。ドロップ率いいな。エルマニオン海岸。これから向かうのは雪国です。殴りに行った。倒せなかったけど頑張った。エルシオン学院。ようこそエルシオン学院へ。私がここの学院長です。あなたが探偵の方ですね。違うんだけど、はいにしよう。私の想像通りの方ですな。かなり経験を積まれているご様子。やり手の方だとお見受けしましたぞ。さてと、ここで話すのもなんですから、歩きながら話しましょうか。なんのこっちゃ。実はですね、また一人うちの生徒が姿をくらまし、これで二人目になってしまいました。これ以上問題が起きれば学院の信用を失われるばかりで、ほどほど手を焼いておりますよ。
ですが、こうして探偵の方が来てくださったからには、事件などもはや解決したようなものですな。あなたの力なら、行方不明の生徒を見つけることなどたやすいでしょう。うんうん、期待していますぞ。話が見えただが、すみませんが、お名前は何と申されましたかな。私としたことがど忘れを。おお、ペルさん。そうでした、そうでしたな。いや、思い出しました。本当かよ。失礼しました、ペルさん。では、これを受け取ってくだされ。少ないですが、手付金になります。お、わかってるじゃない。そうそう、学院の者には、新入生が来るとだけつけ、あなたの身分は伏せております。その方が生徒たちも本音を話してくれるでしょう。捜査の助けになるはずです。これは当学院の制服になります。どうぞこれを着てください。エルシオンブレザー。もしお疲れになった時は、学生寮に部屋を用意しております。どうぞご順にお使いください。気が利くね。あれ？勘違いされてるんですけど、なんか探偵になっちゃってるし。まあ、いっか。事件のあるところに女神の果実ありって昔から言うしね。昔からあんの？だって、今最近起きてる事件ですよ。よし、行くよ、ペル。どんな事件か分からないけど、パパーと解決しちゃおう。やっぱ探偵って言ったらさ、聞き込みでしょ。とりあえずさ、みんなの話を聞いてみようよ。ブレザー用意してくれたの？あるの？じゃ、こんな武装の持てられないよね。あ、これか。ははは。あ、これがいいんじゃない？いいね。さてと、早速なんか商品みたい売られてるもの、購買とかあります？店あるじゃん。パルチ、マグマの杖。知力の兜、バトルマスター遊びできないのか？でもこれ強そう。回復魔力結構上がるな。これ3つぐらい、ちょっと守備力下がるけど。いいね。あ、でも回復魔力下がるんだ。聖なる空っぽの方がいいんだね。攻撃魔力も下がるじゃないか。ブレザー売ってる。ズボンもあんじゃん。吹雪や風の根拠を防ぐ白いタイツ。ほう、いいじゃない。違った。
あ、靴隠れるタイプなんだね。あ、スライムの冠。面白い、いいね。はい、こっちは、なるほどね。はい、というわけで、なんか校長の勘違いから探偵としてこの学院で起きている生徒の行方不明事件を解決していくことになってしまったみたいです。まあ、学生の姿に扮しましてね、とりあえずまた次回この辺で情報収集をしていこうかなと思います。さてさて、はい、というわけで、ドラゴンクエスト9実況プレイのパート22、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。